はい、では行こう。まあ、凪平原からガガゼと山、凪平原っていうのは要は砂漠みたいな感じでしょうね。移動が目的って感じでしょうね。多分雑魚戦が続くかなと思います。予想ですけど、これが凪平原なの？凪説の凪がついてるよね。うおー、凪平原。うわー、ほんまに平原やな。神と戦った土地。え、そうなんや。そして道が終わるところ。え、そうなん。この先にはもう町も村もない、道なき荒野。だからこそ道を見失って迷う召喚士もいる。ほう、ユウナは結構自由なんすよね。誰も何も触れへん。私は迷わないよ。俺死なせない、絶対何とかする。そうや、当たり前やろ。行こう。絶対何とかする。言葉にすれば本当になる、そう信じたかったんだ。せね、根拠はね、根拠はないけどね。私もよくやります、これは。根拠はないけど。さあ、炎っぽい属性、氷属性に弱い、氷属性に弱い、盗みで一撃で倒せる。よいしょ、はいよ。盗むで倒せるやつはもうバンバン盗んでいきますわ。やっぱあの改造素材ね、手に入ると熱いんで、すぐ、そしてリュック出して盗む。はいよ、手榴弾。しょっぱい。てか相変わらず機械は出てくるんすね。相変わらず機械は出てくる模様。なんかある。お？チョコボの羽か？何これ？何もできへん。何にもできない。何もできない。何なの？シェイ。うん、赤いな、めっちゃめちゃ赤い。真っ赤っかです。ちょっとあの物理のメンツが結構強くなってきたんで、まあ相対的にではありますけど、若干ルーの必要性がちょっと薄れてきましたね。チョコボ乗ってきたら飛べるよ的な、その向こう側渡れるよ的な、あ、てかおるおるおるやん、チョコボ向こうに的な、その印なのかもしれないですね、あれが。へい、ナイス。早くもっとあれやな、なんかレベル上げたいというか、スフィア版もっといってさ、アビリティ行きたいですね。まあ特にルー、雷のコテ、ルーの能力アップさせたいな。おお、チョコボ乗れるんや。多分さ、すごい広いですからね。チョコボ乗るには最適な場所ではあるよ。一体これ。
一体これ、一体これ、リュック、シャージネンナサルト、はいよ、ラッシュラッシュラッシュ、はい、あいや、サイヤ倒せていない、全然倒せていない、ねだ、とアルベド回復薬、サンキュー、この野郎めっちゃ状態異常引き起こしてきやがるな、敵が結構状態異常引き起こしてくる、ナイス、強っ強っ、エレキアームポイズンリング、ちょっと見てみますか、もう装備全然気にしなかったけど、なんやかんや手に入れてる、装備ややこしいんですよマジで、雷攻撃、アビリティチェンジもういらん、でもてかまあリュックで攻撃することないしな、あ、おった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 、この平原について語ってもいいですかな、どうぞどうぞ、あ、間違えた、すいません、気悪く しないでください、間違えたんです、この平原全然気を悪くしていない、うん、ご存知の通りこの平原はかつては戦場でした、そう、神と戦ったっていう話ですね、レベルとザナルカンドが争った、あ、そっち、いわゆる機械戦争ですな、戦のせいで何にもないのっぱらとなったのですわ、そっちか、やがて時は流れ、召喚師たちがこの無人の地に目をつけました、ここならば激しく戦っても周囲に被害を及ぼしません、神との決戦にうってつけというわけですな、究極召喚を手に入れた召喚師はここで神を待ったそうですわ、一体どんな気持ちだったのでしょうな、ともあれ神はこの地に倒れ、スピラに何説が訪れるのですな、ですからここは何平原、誰が呼ぶともなくついた名ですわ、だいたいこれぐらいですか、あそこね、真ん中ならへんのとこもうドカーンってなんか当たったような跡が、すぐ横に雑魚いますよおじいちゃん、気をつけてくださいね、家帰るときすぐ横にもう獣がすごい数います、あんた喋ってはりますけど、しれーっと喋ってはりますけどね、一体はいよ、ナイス、おっと何これ、収束剣、何それ何それ、アーロンですよね、スピードチェンジ、ああそういうこと、スピードチェンジはいらないっす、いずれまた何か足りなくなってきた時に収束か手に入れるってことか、ちょこぼちょこぼ乗り足す乗り足す、そういえば決まりをずっとほったらかしてるような気がするぞ、最近決まり見ました、どこどっか、なんか最近決まり見てない気がする、決まり大丈夫かおい、お前なんか最近見てなかったような、龍剣、何の習得も得られない、よし、気持ち早めなんですよね、ビタで押すとビタ気味やとちょっとダメ、うわー強え、マジ強え、これ物理効くやつやったらもう最強じゃない、
とろける。ひまりかわいそうやからもうちょっとやっていかんとこれ。チョコボチョコボ、なんか来た。なにこれ、え、なにこれ、マッシンガン、鳥山明先生のマシンみたいなの来た。あ、お店なんや、すげえ。武器見せて、アデプトスタッフ、先制アビリティチェンジ、グローランス、うわー、杖。何これ、魔法、これすごいね。魔法 8%、 物理 8%、 すごいな。貫通はなくなるね。バックラー、魔法カウンター、強いな。魔法カウンター強いな。カウンター入れるってことですよね。ホワイトサボ強いな、強いな。これちょっと、これ買おうかな。セーフリング、完全石化防具、完全沈黙防具、強いな。魔導士の腕は、いや強いな。 MP がもう、いやでもこれ別にいらんよな。すごい強いけど、アーロンですからね。これキュアアーマー、オート ST 回復薬ついてる。これやってみようか、一回これつけてみたいからちょっと装備させてみようかな。あ、先生アビリティチェンジはコンダクターか。え、これこれ強くない、アデプトスタッフ。あ、ちょっとこっちにする、勘違いしてました。アデプトスタッフにした。アビリティチェンジなんてつけれるし、先生はまああれですけど、なんかいろいろ取ったぞ。そのオート ST 回復薬っていうのをどういう風に使えるのかちょっと見てみたい。テンプテーションいきますか。未だに超苦手、4回ぐらい回せりゃオンノズっていう。いや回してるもん、絶対回してる。さ、空振るんですよ。ゆっくり回さなあかんのかな。倒せていない。し、炎の魔石やって、炎属性不要とかそういうことかな。なんなんだてめえはよ。貴様はこれでも食らえ。ほいっとな。うー、ちょっとちょっとスフィア版ためよう、一気にやりたい。なんか HP 上がるやつ結構やっぱりそれを外すと、それはそれで辛くはなるな。 HP 外すやつね。あっちを立てればこっちは立てず、最強武器っていうのはその時の状況が決めるって感じですね。死なせね。炎の魔石を取る。なんか炎の魔石とか言われたらもう取りたくてしゃあないやん。さあ、こここそ任そうか、決まりに。決まりやれ、弱い。もうやる前から言おうと思ってた。いや強いなこいつ。わあ、大決まり、危ない決まり。決まりのために祈りましょう。じゃあ、よし、チョコボ乗らせてよ、マジで。なんか角っぽいのが生えてる、なんやあれ。チョコボ捕まえたら乗れんのかな。おいおい、チョコボ、え、ふうふうって言いよったけど捕まえられへん。
チョコボ捕まえられへん。ふうとは言いましたね。セイレス痛い。オーバードライブいけますけど、まあまだいいや。いった。お前なんか何やんねん。回復的なことやれたらいいのにな、こいつ。なんもないもん。白魔法を覚えさせようかな。白でいこうかな。何させるにも中途半端。マジックブレイクとかそのブレイク系行きたいなと思うんですけど、おい捕まえられへん。やっぱほう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 、おっと、あ、これ召喚師バトルっぽいね。召喚師バトル来たっぽいな。いやこっちはメガフリアいけっからね、言うて。お、新しいアビ来ますよ。魔法あげて、魔法カッチカチやで、こっち魔法カッチカチですから。リフレク、リフレクかやんのか、こら。やったっす。よし、はい、決まり。決まり、ごめん、帰って。オッケーです。おつです、先生。先生ですね。ああ、お前たちか。あ、今や完全に反逆者だな。そっか、そう伝わってんのか。どうだっていいだろう。何、老子どもの戯言など聞き流せばいい。お、召喚師は打倒神がすべて、寺院に従う道具ではない。いいな、ベルゲミーネさん、いいね。どうだ、神を倒せる自信はついたか。わかりません、でも私やります。良い覚悟だが、それだけでは神は倒せん。お前の力を見せてもらおう。召喚獣で勝負だ。やります、やらせてもらいます。では手合わせの前に。見とる見とる、アーロンさん見とる。お前の召喚獣は癒しておいた、測ってきなさい。はい、絶対余裕やと思います。あー、おばさんですか。あなたおばさんですね。やっぱ正直おばさん出してもいいですけどね、私も。好きな召喚獣を呼ぶがいい。いや、まあ、おばさん、あ、まあ、おば、あ、そうか、おばさんは出せないので。いや、俺もう、俺はもう、いつもありがとうございます。さあ、来た、震えるがいい。とんでもないもん持ってきよったなと思いよったんですよね。ファイガ、何、全然効かへん。メニューのコマンド育てるを使えば召喚獣のパラメータアップできます。打撃に弱いオバの HP を鍛えたり、初号機の素早さをアップさせるなど、召喚獣の短所を補い長所を伸ばせます。え、打撃に弱いって言うてもてるやん。今言いましたよね、打撃に弱いと。バカが、そんな聞かへんし、そない聞かへん。この、こなくそ。え、これ泥試合になるよ、これ。貯めた方が早いんちゃうの、これ。貯めてみるか。向こうはひたすらブリザラでしょうからね。ひたすらブリザラっぽいからな。
こないたまらんな。はい。あ、殴ってきた。マジか。おら。もうすぐたまる。急にどうしたこいつ。MP 切れたんじゃん。え？めっちゃ殴ってくるやん。MP 切れた。あ、これメガフリアいかんほうがよかったかもしれん。もう正直殴り続けてオーバードライブ来た時だけ耐えれば勝てたかもしれへん。これ変に溜めてしまったらやばい。大丈夫、倒せていない。体力ありすぎやろ。とんでもない体力を捨てやがる。やばい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 。これこれこれ、ハマったハマった。最悪。よし、ここここは守る。オバドラ来るでしょ。結局ブリザラも使えんのかいって話だし。ナスガード、まだまだ倒せへんのこれ。じゃあ強いねんけど、回復したい。えい、マジでこいつ、これほどダメージを与えているのに。おら、どう？ダメ。結局勝てへん。とんでもない体力。負けました。いや、まさかこんな感じになるとは。いける？行かせてもらえる。ありがとうございます。じゃあイフさん呼びます。弱点属性、まあお互い殴り合い、足を止めての殴り合いになる。完全に足を止めての殴り合いになりますが、この野郎、全然効かへん。マジか。おい、ちょっとね、向こうのオーバードライブたまるまではね、殴り合ってたまったら守るって感じでいきたいですね。ここ溜まっちゃうんで、ここで守る。固めた。天からの一撃きますよね。よし、オッケー。私も溜まったんだよ。食らいやがれ。ムング、ムング、よし、うお、完走した。基本的にオーバードライブやるだけの勝負ですね、本当に。これで、ね、もう終わり？呼ばないですかね、向こうは。そこまで、もう十分だ。よかった、とりあえず。アイテム落とさない。なんかくれるの、多分。さすがだな、素晴らしい技量だ。反逆者になっても真と戦おうとするだけはある。受け取れ。反逆者言うな。私からの祝福だ。パワースフィア30個、召喚獣の心。ありがとうございます。お前ならそれで育てられるんだ。だがもしまだ力が足りないと思うなら、秘められた寺院レミアムを探せ。私はそこで待つ。ではな。いや、教えてくれや。知ってんねったら場所どこやね。秘められた寺院、召喚獣心を手に入れたので、アイテムを使ってパラメータアップできる。すごいやん、チートやん。育てるを選んで、育てたい召喚獣を選ぶと、わあ、むっちゃすごい。パワースフィアとかで育てていくと、うん、
ほうほうほう。元から高い能力をさらに育てようとするとたくさんのアイテムが必要です。はい、1上げるだけで10とか使うのか。なるほどな。でもまあ上げれるってだけでもだいぶ違うけどな。初号機は戦闘不能、育てたいけど。初号機はやっぱ育てたいですよね。うわめっちゃ使うわこれ。あーあーあああ、素早さ強ーというかめっちゃ強い、すごいんですけど強さが。育てるならこいつ育てるべきっすよね、やっぱ一番。手に入れれば入れるほどどんどん上げれる感じかなこれですね。イフさんとかはあ、まあ、まあまあ強いな、魔力とか。HP がね、バルファールとかめっちゃしょぼいから、ちょっと100上げる。わ、めっちゃ使うわ。すごい使う。使う、使う。よし、なんか来た。なんかちょっと拠点っぽいところに来ましたね。OK、じゃあここでセーブしますかね。おっとっとっと、集まってきた。これなんか地割れっていうか、地割れのところに出てきてるっていうか、すごい形のお店。ズーク先生。ズーク先生。久しぶりだな。ユーナさんだね。うん。とてもキノック老師を殺した犯人には見えないね。キノック殺したことになってんの？なんで？事情を聞かせてください。先ほどマイカ総老師直々の指令が出た。召喚師ユーナとガードが。キノック老師を暗殺して逃亡。中殺せよ。処刑宣告だ。他にベベルの状況は？表向きは静かなものだが、水面下でごたついている。キノック老師が亡くなった上に、ケルクロンゾ老師が辞任した。うわぁ。好都合だな。邪魔やったからね。混乱すればそれだけ動きやすい。だが、用心したまえ。今や君らはエボンの敵だ。寺院にも近づかない方が賢明だね。ご忠告ありがとうございます。先生、それだけを伝えるためにここまで。君たちがガードしている召喚師がどんな人なのか、いささか興味があったのでね。今度は最後まで行けるといいね。何よりも君自身のためだ。はい、今度は先生。では私はこれで無事を祈るよ。ルーは2回目の旅なのか。ほうほう、めちゃめちゃエロい格好のなんか店員みたいなのがいますけど、まあ、とりあえず、セーブします。はい、ありがとうございました。